혹시 이 패들보드 타보신 분 계신가요? 없어요. 처음이신 거예요? 네. 이게 저희 블루아 워터파크에서 패들보드를 파도풀에서 이용하실 수가 있는데, 만약에 이걸 빌리시면은 저희가 직접 알려드리고 할 수 있는 그런 기회를 저희가 絶対にこれは日本にはない規模のウォーターパークで、本当に楽しく遊びました。やっとやっとね、もう今お腹ペコペコだからご飯食べに行きたい。めっちゃお腹すいた。めっちゃ今日はもう一生懸命遊んで、時間が6時半に終わってしまうので、もう私たちはシャワーしてご飯を食べに行きたいと思います。でもね、とりあえず時間がないのでシャワーして楽しかった。あ、出てきました。やばい、超楽しかった。超楽しかった。やばいよね。見て、ほら、日本のワタパクリいいでしょ。全然いいでしょ。全然やったー。行ってみたい。やっぱ大きさ的にもそうだし、乗り物のその規模が全然違かった。でも、ただ私が昔にしかワタパクリ行ってこなかったからそうかもしれないけど、でも大人になって久しぶりにここに来ても怖かった。からまた来てみても、なんか乗り物もすごい怖かったのもあったし、それとあとはまあでも一番印象に残ってるのは、その韓国にそのエレベーターがここにしかないっていうので、すごくリップな気分を味わえたっていうのもすごく思い出になったっていうのと、あとはここの この働いてる方たちが私の購読者といいねしてくれるっていうので、見てますかね、すごく楽しかったです。韓国にもいろいろ多分こういうウォーターパークもあると思うので、この夏ちょっといろんなところ行ってみたいなっていう、あんまり私がアウトドア派じゃなかったんですけど、実際今日こういう風に初めて来てみて体験したら、なんかどんどんウォーターパークの魅力に、ちょっと今年の夏はいろいろ行ってみたいなと。で、今年は可愛い水着もたくさん買ったので、水着姿も一緒に今回の動画楽しんでいただけたら嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。といいねと高評価ボタンもよろしくお願いします。